こんにちは、森本です。本日は DJ 解説動画となります。よろしくお願いいたします。今回ピックアップするアーティストはトム・ヨークとなります。まあ、ご存知の方もいるかとは思いますが、彼はですね、もともと DJ っていうそういう、まあ、テクノハウス系のミュージシャンではないので、まあ、知らない方もいるかと思いますので、軽く説明させていただくとですね、彼は、まあ、めちゃくちゃ有名なモンスターバンドのレディオヘッド、こちらのですね、ボーカルとですね、ギターを担当している人ですね、もう結構素晴らしい曲が多くて、僕はこのバンドのクリップの曲がものすごく好きです。なんですが、まあ、それはさておき、彼のですね、本名はトーマス・エドワード・ヨーク。生年月日は1968年の10月7日で、まあ、約52歳となります。イギリス出身ですね。で、僕はですね、この彼の動画を通して何を解説させていただきたいかと言いますとですね、彼はですね、そんなまあめちゃくちゃこう DJ だと得意な人ではないんですよね。なんで、でもですね、そんな彼のですね、プレイの中からですね、すごく学ぶべきところが多くあるなと思っていて、それをですね、初心者 DJ 向けにですね、解説させていただきたいと思っております。なので、この動画を見終わった頃にはですね、初心者 DJ の方もですね、スキルアップしている、そういった内容になっているかと思いますので、ぜひぜひ最後まで見ていただければ嬉しいなと思っております。また、クラブミュージックをこれからも聴いていきたいという方もですね、情報をですね、知っていただくと、音楽を聴くときのキャッチする場所、音楽でその情報をキャッチする場所がですね、増えるので、まあ、楽しく、音楽をですね、聴いていけるんじゃないかなと思っておりますので、そういった方もですね、合わせて見ていただければ嬉しいです。では、早速解説させていただきたいと思います。もう、のっけから言いましたが、彼のですね、DJ テクニックっていうのはですね、そのミキサーを使ったりとかっていうような、そういったなんかものをですね、こう、なんかストーリーをミキサーを通してですね、作っていくような、そういったタイプではないんですね。じゃあ、そういった彼のですね、DJ、本当シンプルな DJ なんですね、その曲をどんどんただただ繋いでいくだけで、そんなこう、ミックスもしないんですね。でそんな彼のですね、テクニック、まあ、DJ プレイスタイルの中から何を学べるかというとですね、まあ、セレクトですね。で、このセレクト、どういうことかと言いますと、もともとやっぱりロックミュージシャンなので、まあ、なんですかね、こう僕たちであったりとか、その要はこの動画を見てくださっている方にもですね、こうゴリゴリこうハウステクニック、ハウステクノ系の音楽を聴いている人ではないですよね。そういった方が、まあ、どういう視線で、視点でこうエレクトロニックミュージックを聴いているかっていうのがですね、すごくよくわかるなんか動画なんですよね。これって、割とめちゃくちゃこう、すごく、教材としてですね、優れてるなと思っていて、要は、僕たち、まあ僕たちって誰ですけど、これを見てくださっている初心者 DJ の方、これからいろんな人の前で DJ をしていこうとしている方はですね、特に重要なポイントになるんですね。バンドとか、まあ、クラブミュージックが好きな人とかっていうのは、まあ、それを聞きに行ってるファンがやっぱ来るので、大体まあ、その人に向けて曲を投げればいいんですけど、DJ って、まあ、どういう人が来るかちょっとわからないんですよね。石野卓球さんであったりとか、まあ、カルコックスとか、まあ、ビッグネームになっていけば、その人の音楽性が分かってるので、まあ、それを楽しみに行けたりとか、バンドでも、ミスターチルドレンが聴きたいとか、レディオヘッドが好きとかって言って、そのライブに行けば、もちろんそのアーティストがかかる、の曲をかけるので、本当に満足度は100なんですけども、ただ、クラブに行ってみたいとか、クラブってどんなところだろうって、こう、要はいろんな人がこう、足を運ぶクラブで、まだまだ無名の DJ がですね、プレイするときに、その人たちのこの満足度を上げるにはですね、やっぱり曲のセレクトってすごい重要なんですね。まあテクニックがあればそれをこう埋めることもできるとは思うんですけど、やっぱ初心者 DJ の間はそんな、やっぱりこう DJ テクニックってなかなか難しいと思うんですね。身につくのにやっぱり時間かかりますので、そういうときにですね、こういったロック目線からのこうエレクトロニックミュージックのこう魅力みたいなのがですね、この動画を通して見るとですね、あ、こういうことなのかっていうのをですね、感じていただけると思うんですね。で、それをですね、まあ、詳しくこう、言葉として解説していくとすれば、よくハウステクノ系の今のクラブでかかっているミニマルを中心のものが多いと思うんですね。もう同じ音をですね、ずっと反復してる感じ。それか EDM みたいにですね、歌謡曲のようにこう、起承転結がこう、3分ぐらいの中にですね、しっかりあるもの。
してるのの、この、どちらかこう、両極端的なこう見方をしてると思うんですけど、トム・ヨークがかけてるのって、もう結構その間って言ったらあれなんですけども、なんかこう曲の中のそのムード感っていうのはミニマルテクノ、ミニマルハウスとか、まあ、あの要はテクノハウスとかに比べるとですね、しっかりあるんですね。で、展開とかもしっかりあるんですけど、EDM みたいにこう上げ切ったりとか下げ切ったりとか、そういったところをあんまりしないんですけども、でも展開がめちゃくちゃ多い曲が多くてですね。で、それを通してですね、もう要は、ロックバンドのようにその、なんですかね、A メロ、B メロサビみたいなところまでいかないけども、要はこうずっと B メロを聴いてるとか、ずっとサビを聴いてるとか、なんかそういう雰囲気のものですかね。そういったものがこう、好まれる傾向があるなというのはすごい感じます。今かかってる曲のようにですね、やっぱり展開がしっかりしてるんですけど、その展開明けに、なんかこう、新しい、こう、なんですかね、こう、メロディーが入ってきたりとかっていうこともそうではないんですけども、でもなんかこう、ミックスするには使いづらいぞみたいな曲が多いんですね。要は、一曲で単体で聴けるけども、EDM ほどやっぱり展開がないっていう曲ですかね。ここら辺がポイントかなと思います。で、ロック系の音楽とですね、テクノ系の音楽、まあ、ハウス系の音楽の大きな差って言うと何かって言ったら、やっぱり、そうですね。体感的に行くと、こう、踊ると乗るの違いですかね。ロックバンドって結構乗るなんですよね。これを言うとですね、ちょっとこう、ロックバンドの方とかも怒られるかもしれませんが、やっぱロックミュージックってそんな踊るって感じあんまないんですよね。こう、爆発、一瞬のこの爆発であったりとか、ちょっとこう、なんですかね、静かなトーンに落としたりとかっていう感じで、こう乗るっていう瞬間をですね、意図的に作ってる音楽なんですね。に対して、クラブミュージック、ハウステクノとかって、やっぱこう踊るっていうことですね、目的に作られているので、まあ、体がこう横に揺れるじゃないんですけども、なんていうんですかね、もうずっとなんかこう、永遠にこの環境が続いてもこう踊れるな、みたいな、ちょっとなんか表現おかしいんですけども、ではその違いってあるんですね。で、その違いをですね、表現するときに、やっぱり音の出方ですかね。クラブミュージックとかって、やっぱ踊りやすいように、ローがめちゃくちゃ出るんですね。で、ロックもロー出てるよっていう方いらっしゃるんですけど、まあその通りなんですけども、でも出る場所がですね、もっと低いんですよね、クラブの場合は。要は、音として認識できないけども、スピーカーから出る、その何ですかね、この波動でですね、洋服のこの裾がこう、ひらひら動くような。でもロックってもうちょっとこう音として捉えられて音階として捉えられるぐらいのローなんですよね。クラブは音階として捉えられないロー、ロックは音階としてまだギリギリ捉えられるローみたいな、そういう低い音の出るところにそのポイントを置いてるんですね。なのでこうロックとか家で聴いててもですね気持ちいいですし、大きな会場で聴いてもめちゃくちゃ気持ちいいんですけど、逆にクラブミュージックって家とかのちっちゃいスピーカーで聴くとそこまで面白くないんですよね。でもクラブに行くとその凄さっていうのはすごく感じれる、そういった、まあ、音の出方の違いがあるんですね。じゃあこのトム・ヨークが持ってきてるものって何かというと、わりかしこうロック寄りにこう出音が作られてる曲が多いですね。これからかかる、まあ、今もちょろちょろっとこのイントロがですね、流れているので、お気づきの方いるかもしれませんが、Apex Twin のですね、曲がかかろうとしてるんですね。で、今かかってる曲もそうですけど、出音が、やっぱクラブのその、音階がわからないぐらいのローっていうよりか、まあ、音階がまだ取れるぐらいのローをですね、使って、こう発信してるような音楽なんですね。で、これって、何がすごいかっていうと、ロックを聴いている方にもですね、耳障りがすごくいいんです。なんで、すごく入ってきやすいんです。逆にロックが好きな人からすると、クラブミュージックのローって結構こう、ヘビーで、もう、溝落ちに来すぎるっていう、そういう意見も結構あるんですね。じゃあ、まあ、来んなよって話なんですけど、いやいやいや、そういう人もこう、迎え入れてこそ、こう、なんか裾の幅が広いじゃないですけども、なんかこう、入り口の広いクラブミュージックなんじゃないかなとも僕は思っているので、まあ、いろんなものが、なんですかね、受け入れられる、そういった、度量のあるこう、DJ にですね、なるのも、こう、DJ としてのこう魅力を上げる一つなんじゃないかなと思っていますので、まあ、こういう解説をしてるんですけども、
まあ、もともと、イギリスの方では、まあ、80年代後半とか、もちろんそのアシッドハウスであったりとか、テクノとか、まあ、イタロディスコはどうなんかわかんないですけど、ニューウェーブとかかかっているんですけども、まあ、イギーポップもアシッドだっていう捉え方をですね、してたぐらい、ロックミュージックとこうアシッドハウスとかそういったものがですね、結構一緒に一晩でですね、かなりのこう、割合、同じぐらいのシェアって言ったらあれですけども、やっぱかかってたらしいんですね。なので、まあイギリスのロックバンドからしたら、こうエレクトロニックミュージックとこうロックミュージックっていうのがですね、ある程度そのグラデーションの中で繋がってるっていう発想もやっぱあるんですね。まあそういったところもあって、イギリスのインテリジェンスミュージック、ダンスミュージック、エレクトロニックミュージック、要はエフェクスインとかも、やっぱそういうところもあって、まあ、作っている、こうロックに近い、こう、出音で作っているところもあるのかな、なんてちょっと私は思ってるんですけども。はい。なんかこう、いろいろ話が脱線して、どういうことなんだよってなってるかもしれませんが、要は、つまり言いたいのはですね、初心者 DJ の方もですね、こういうロック目線の方から、見てるこうエレクトロニックミュージックのこう音であったりとかなんか好みみたいなものをですねやっぱ把握してそれをかけれるだけのこう幅広いこうセレクト力をですね持つことがすごい重要だということですね。でこの動画を見ることによってまあロックミュージシャンのまあ代表的なそのレディオヘッドのボーカルトミヨークが流してる曲っていうのはですねわりかしまあ相違ではないですけども、共通認識として、なんか受け入れるというか、まあ、認識しても、まあ、いいんじゃないかなと思って、この動画を上げております。で、この元々の動画はですね、リンクを概要欄に貼っておきますので、よかったら後ほど見てください。この動画はですね、約30分ほどでですね、そんなに長くないので、サクッと見れると思います。で、私はこの動画のですね、約15分ぐらいのところから解説してるので、まあ私の声抜きにですね、同じところから聞きたいって方はですね、概要欄のリンクから飛んでいただければいいかなと思います。本当に、なんていうんですかね、まあ私ももともとロックをやってたので、バンドやってたので、まあこの方がですね、見てるそのエレクトロニックミュージックのですね、なんかこう、あり方というか、こういう音だったら、ロック聴いてる俺らも楽しいぜ、みたいな目線はなんとなくわかるんですね。なので、ここら辺をこう聴いていただくとですね、もしロックミュージックから見たこう、エレクトロニックミュージックのこう良さ、みたいなところをですね、再度、認識したい時なんかにすごくいい動画だと思います。本当に、あとはですね、彼のこの選ぶ曲がですね、まあロックミュージシャンならではみたいなことをずっと言ってるんですけど、まあいろんな音をかけてるんですけども、わりかしこの彼の中でですね、一つのなんかこうカラーみたいなのが決まってるのか、いろんな音がかかってるんですけど、なんか一色のこうグラデーションの中でですね、なんか本当に筋が通ってるっていうような印象も受けますね。ここら辺はですね、わりかしこう、なんか、ジャンル関係なく、役に立つ情報なのかなと思いました。なので、ぜひぜひ、この動画を見てですね、そういったところを学んでいただければいいかなと思います。はい。ちょっと今回はですね、すっごく抽象的なことばかり言ってたので、何言ってんだろうと思ってるかもしれませんが、まあ、そういう感じとなります。というわけでですね、今回の動画は以上となります。ありがとうございます。また新しい動画をですね、作っていきたいと思いますので、これからもですね、応援お願いいたします。チャンネル登録していただければ、新しい動画がアップした際にはですね、連絡ができるようになっておりますので、ぜひぜひ登録の方もお願いいたします。それではどうもありがとうございました。